今敵が降りちゃったらカバーできないな。引かずかないと味方が死ぬ。まあワンチャン死ぬ前にマザロー撃ってくれたら全然ある。やっぱプラウラーなんすよやっぱプラウラーなんすよこのゲーム。ジュジュープラウラーあれば勝てるんすよ帰ってきたら絶対プラウラーだなこれ強すぎる。くんなよマジで。俺が先折りした理由考えろ。考えろっつってんだろ。なんだこいつもうふざけやがって。なんで俺がさわざわざいるよって教えてあげてるか分かってないでしょ。敵が近くに着地した。狙われてる。重いんだから同配置させんな俺に。なんでそんなお前ら強気に来れるんだい。いや俺は究極の面倒くさがりよ。でもちなみに面倒くさいから練習すんなよ。あなたの匂いが好きです。ありがとうございます。めんどくせえから練習する。まあこれちょっとね意味わかんねえかもしんねえけど、負けんのもめんどくさいみたいな究極なんだよな俺。全部あのめんどくさい度合いが負けると練習で天秤にかけた時に、そう俺は負けた方がめんどくさいから、で負けないためには練習するしかないからっつってね、そう全部めんどくさいかどうかで判断してる全部ね。ボスはレベル上げせずにいく俺。めんどくさいから勝てるだろうってやつは俺はもうね。近距離はそうだね、基本的に俺はもうアボックが強いなって感じてる。いやホライゾンが浮いてきてもさアビリティで防御できちゃうんすよね本来ホライゾンが最強のはずなのにこの瞬間だけホライゾンに勝てる。これなんすよね、ニューキャのいいところは。そう協調性が大事です。そうこっち来いって言ってもね来てくんないんだよね基本的に。あとこんばんは。かわいそすぎるあまりにもかわいそすぎる溶けたマジでかわいそう。みんな狙ってたね今。おリングに死んでる。ああ蘇生の儀式だったのになんてかわいそうなんだ、うん、もうみんな理解したよね。せーのって言わなくてもなんかタイミングあったもんこんばんは。今一つになったね完全に。うん、3スコちょっとやっぱ重く感じんだよな。これが協調性です。いきなり打ち始めるんじゃないですか。ちょっと待つんですよね。マジででも前半が7だったんだってぐらいなんか味方強えな。視野弱えわ。視野終わってる。
うわぁ強っ、今のやば。スリーストライクマジで楽しいよ。なんか慣れると慣れるまで、なんかあんまり前でなくていいな、前でるとつまんで逆に。うおおおおおやべ、マジこのモードの入居はマジでおもろい。そうおもろい。マジでおもろいなこれ。入居つれ。頑張れ味方。死んでも俺が起こしてやるぞ。全員強すぎる。今さ、ウルトタクとさ、ウルトタイって虚空入るとさ、めちゃめちゃ速いと思うんだけど、それだね。それが昔の虚空。レースだから前行けはね、行かれ行かれ。横取る意識でいいんだよ。横取んないと勝てないよ。諦めた。前行けはイカレです。うん、敵はあと半分だ。えぐ。今のハンモックが通報だろ。やば。やばやばっ。こいつタボチャ持ってない。だってそうだよね、俺タボチャに勝ったんだけど。やばっ、ノーアタッチメントハボックで タボチャハボックに勝っちゃった。なんだ、睡眠取ったら最強になった。えぐい。なんだこりゃ、調子が良すぎる。俺何度も言うけど、相手がチーターとかだったとしてもね、直接そいつに言ったらそれは誹謗中傷になっちゃうからね。マジ気をつけて。ダメだよ、相手に言っちゃ同じ土俵に立っちゃダメだよ。うーんって感じ。じゃあ今日も頑張ります。ぶん殴りたいのを我慢して運営さんに任せる。もうそれしかない。同じになっちゃダメだよ、相手と。犯罪だよ。そう、ちゃんと犯罪なんですけど、犯罪って分かってない人が多い。あれだよ、万引きって犯罪じゃん。でもさ、万引きってなんかそんな重たいイメージないっていうさ、やついるやん。俺は重たすぎると思ってんだけど、いるのよ。たかが万引きよみたいな言うやついんの。アホだよね。みんなが頑張ってさ、作ったものとかをさ、取るわけじゃん。けどそういうやつはそうやって言ってくるんで、それと同じイメージは。そう、いじめもさ、何々罪ってついたらさ、怖いけど、いじめって言うとちょっと軽く感じちゃうじゃん。とかね。犯罪なんだけど、それを理解してない人がマジで多い。まあだから俺は、こうやって言いまくるんだよね。APEX に限ったことないしな、これに関しては。だから俺は、あ、犯罪なんだってね、分かってほしいんだよ。確かにあの時のがやっぱ当てやすかったな。赤向きででかくなったって聞いたけど、本当にこれでかいのかって思っちゃったわ。前がでかすぎて、前実は 3.5 じゃなくてバグって7とかなってたんじゃねえの。ありえるんだけど、エイペックスだったら。
数値とは違うなんか数値が割り振られてるとか全然ありそうだけどな。あの時のエルスターは強かった。今のエルスターお前は何なんだ。何バレルついてんだよ。ありーなーマジでエルスターゲーだったね。敵がいるぞ。どうだろう。え、なんだこいつ、危ねえ。誰も置き去りになんかしない。ケアパッケージだ。俺当てろ。なんかここ入ってる気がするんだよな、ここ。おお、行くぞ。プロテクターを起動。カサカサってきた、びっくりしたわ。心臓に悪い。こんばんは、そう、優しすぎるね。マジで、すごいよ。普通多分認められないからね。すげえことだよ。ありがとうね。神。ご両親も見てますね。もう配信なら、もう配信も見てるしね、なんなら。楽しんでますよ、俺の動画見て。いや、今のはね、いや、味方左行くべきだったね、とか言ってるからね。コメデーターしてる。なんならもうあれだもん。あの、課金推奨派だからね、なんなら。敵のシールドを渡す。ダウン取ってから起こすとかね、ダメージを入れてから起こすとかね、そう、そうしないといけないですね。何でもあれ、もしダウン取んなかったら俺前行かなかったですね、絶対に。すごくこれが重要です。そう、相手が何もできない時に起こすってのが強いね。壁で追いかけるからね。うまい、ナイス、うまい。ナイス、言い方、ノイズボザンすぎる。よく殺したら今黒ひげって言われんなと。いや、アイコンかっこよすぎてやべえよな。マジで素晴らしいものを作ってもらったぜ。そう、所さん、そう言われるんだよ。結構ね、結構言ってるんですよね。私は若いぞ、意外と。エアパッケージが到着するぞ。マジで最高じゃん。うそん。え、やばっ。やっつけた。神エイムなんだけど。なにこれ、なんか取れねえ。え、なにこれ、ん、え、いちいちなんかキャンセルされるんだけど、アイテムアサロすると。なにこれ。いや、マジで最近迷うんだよな。タモチャハモックやべえんだよな。フラウラーもやべえけど、どっちを取るかすげえ迷う。あっちに、わかった。なんかいるレブなんとは。
戻せる。これであの舞台は全滅だ。かわいそう。やばっ。うわマジか。うわ最悪。右のやつに殺された。最悪。マジかよ。今のマジで惜しい。まあでも2位なんで。残りあと2部隊だ。新しいキルリーダー。うん。うん。この戦闘終わったぞ。うん。みんなを守れ。うん。うん。敵のシールド終わった。気をつけろ。敵が近くに着陸したぞ。うん、うん、うん。狙われてる。うん、うん、うん。敵のシールド終わったぞ。登録。惜しい。なんで俺一人で戦わねえといけねえんだよ。スリーストライク。犯罪意識ない。だって LGS に犯罪者いたって話したけど、だからそういう、だから誰も止めてくれなかったってわけじゃないですか。普通にかわいそう。もうこれで頂点まで。なんだこの初期スキン最強プレイは。ぶっ殺したけど。なんで初期スキンのプレイヤーはああやってすごい動きをしてくるんだ。殺したけど。初期スキンプレイヤーに限って妙に強えぞおめえ。詰め方ヤンキーすぎだろ。そう、戦略的撤退という言葉はなし。武士だ武士。背中の傷は武士の恥みたいな思考回路。大丈夫。プレデターバッチも当てになんねえから今。悲しいことに。やべえよ。プレデターミツバチ持ってるやつがゼロダメージで死んでハテナって書いて抜けたりするから、もう、まあ、あれは多分自分の不甲斐なさにハテナって書いてあるんだろうけど。そう、それぞれ考えはある。だが俺は俺の考え押し付けねえけど、押し付けねえからこそ押し付けてくんじゃねえよって思う。紙一重。そう、俺は押し付けねえ、だからお前も押し付けんなっていう。だから即抜けすんのは押し付けなんだよな結局。抜けんじゃねえよって、反省してろってなる。そう、俺はなんで死んだんだハテナ。俺は何をやってるんだハテナだと思ってる。そう、味方を煽るためじゃなくって、自分に対しての意味わかんなさにハテナって書いてると思い込むことで保ってる俺は自分を。いや、保てなかったからミュートにした。もう諦めた。ムカつきすぎてやめちゃった。コメントじゃねえ、チャット見んの。アーマーどんどん入れちゃってあれだな。ちょっとなるべく赤に近づけとくか。お、でも YouTube 見てる方ね、いいねボタンよろしくお願いします。ボット出ると思うんだけど、私が生きていてます。お、いるのか。攻撃中。みんな新しいリーダーが出た。敵のシールドを。ああ。敵を倒した。あそこに敵だ。ハードウェアリブートを実行する。準備しろ。敵のシールド。見えるのってる。すげえ。敵を撃破した。クリプトすげえ強いじゃん。すげえ、カドリスト越しに見えるんだ、強っ。下にいるくせえな。シールドか、今ちょっとここ置いとこ。シールドセルを発見。あと8発、これはまずいね、かなり。シールドがいる。
ルドセルを発見。もうね、そう、フェンス越しの犬ですね。フェンスをスーッと開けられるとスン、でまたスーッと閉じるとワン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 ってね、怖いですね。テパキノンスコ戦してるヘッドショットパスに出会った時笑っちゃった最強でしたよ、一番強いからね、あれ。味方撃って頼む、味方撃ってひねるよバンガロール、味方打ち返して、味方頑張れ、そいつ殺せいで、強さだけ。どこでこんな戦ってんの、周り戦闘音聞こえないけど、こことかかな。ガミ練習絶対したら上手くなるけどね。あそれあそれ、ういういうい、うますぎる。やったー、やっぱ俺たち最強だったかもしんねえなそれか、これウィングマン使いますか、使わなかったら使います。さあどっちを買いますか。なんかめちゃめちゃいるぞここら辺、なんかいっぱいいるぞ。なんだ、たくさんいるぞなんかいっぱいいるぞなんだなんだ隠れんぼしてたな。結構ここって輝いちゃうんだな、見えちゃうなね。なんで、でもなんかゴリ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 映ってんだよ隠れてるように見えて、なんか普通に意外とわかるなこれ。右ってことは部屋にもいるってことはみたいなめちゃめちゃおったわ。ちょっと難しいよな、喋りながらってのは。あーもう神ですね。そう、最強よね。そう、この人だから見るじゃないけど、それができたらもう無敵よな。マルチタスクできないから黙っちゃう、むずいよ喋るのは。めちゃめちゃ集まってきたな強いよウィングマン。うそ、もう95がやばいって。これもうチートやんこの武器、マジで強いなこれえぐ、今のワンパンやばいな。これウィングマンゲーだな、こりゃ強いって言われる理由だわ。クレーバーやんこんなん連射できる。ほらヘッドショット、これ強すぎだこの武器、マジで強い。これヘッドライン合わせて打っていいなこれ、うん、これ狙いに行っていいわ。スカルピアサーエリートのおかげでヘッド狙っていい武器になってる。いや元気なくなってきたな。いや強いなやっぱり、あ最強最強最強。いやもう強すぎる、この武器強すぎるぶっ壊れてるマジでこんなに打っても弾あと30発ぐらい残ってるし、すごい今日めっちゃジャンピオン取れる。味方も強くて助かるの。